上がってきた阿南、さあ2番手浮上となるんでしょうか。今岡本博之がここでさあ抜け出すも、6番の阿南が最後鋭い突っ込み見せてきた。この突っ込みが決まった阿南和馬さん、今節初勝利、おめでとうございます。どうもありがとうございます。率直なお気持ちは？そうですね、久々なんで G1 でね、頭とか、はい、嬉しいです。はい、そうですね、もうあっこしかないなって、もう一着無条件のあと一人なんでね、後ろ二人いるんで、ケツどっちみちつけられちゃうって分かっとったんで、あっこじゃもないなと思ったんで、最後岡本君には悪かったけど、はい、懐が空いたんでね、そもうそこしかないと思って、あと一周あったら行かないんですけど、はい、10前になったんで、もう一着しかないんで、もう後ろにはもう絶対自分のスピードじゃ最高が絶対ケツにつけられても負けなんで、もう一着しかないなっていう気持ちで行きましたけどね、はい、もう一整備してまた頑張ります。はい。